新春ポモの最後です、紹介させていただきますのは新山記念と富士ステークスの2つのマイル重賞を制し、名種ボバハーツクライの後継馬として本年より当スタイルで種ボバ率になりますロジクライをご紹介いたします。父は昨年まで9年連続で JRA のサイヤーランキングトップ5にある実績を残しますハーツクライ、母はドリームモーメント、母の父はマキアベリアンでございます。本母は2歳から8歳までの7シーズンにかけて28戦5勝2着2回3着4回10勝2勝の戦績をもってこの度の種ボバ入りとなります。戦績を振り返ってみますと3歳初戦の新山記念で、後の桜花賞馬ジュエラーとの叩き合いを制して重賞初制覇を果たしました。その後は骨折により長期の休養となりましたが、復帰後もその能力は衰えることはなく、重賞2勝目となりました富士ステークスでは後位から抜け出して2馬身差の快勝、勝ちタイム1分31秒7というのは現在でも富士ステークス史上最速タイムであります。勝ち鞍の全5勝が全てがマイル戦のものであり、中長距離を得意とするハーツクライ3区にあって本馬は生粋のマイラーとして父の新たな可能性を受け継ぐ種ボバとして大いに期待しております。その父のハーツクライは昨年種ボバを引退いたしましたが、これまでに11頭の G1 ホースを送り出し、昨年は新たにドーデュースが無敗の3連勝で朝日杯フューチュリティステークスを制して今年のボバクラシックの最有力候補となっております。また本馬の母系はヨーロッパの名品ハイクレアに遡り、この品系からはディープインパクトやブラックタイド、レイディオルラを輩出する日本でも屈指の名品系となっております。なお本馬の初年度の後輩料ですが辞退条件の20万円でございますので、よろしくお願い申し上げます。以上、ロジクライでございました。どうもありがとうございます。